今回のスピチューブは倉敷市真備町の中にあるとあるお宅にお邪魔させていただきました。こちら横溝正史の疎開先となってます。はい、こんな感じでひなめぐりが開催されております。かぐや姫みたいなおひな様、どうぞお楽しみに。はい、というわけでスピチューブ始まります。今回は倉敷市真備町に来ておりますね。まあ、この真備町なんですけども、以前に西日本豪雨災害というのがありまして、もう甚大なね被害があったということなんですけども、まあこういう感じでね、復興してきているというわけなんですけども、まあまだ他にもねいろいろと、まだ被害が残ってるとこあるんですけども、まあ、その中でちょっとね嬉しいお知らせというか、その場所をねちょっとご紹介したいなと思いますね。はい、というわけでね、今回の目的地がこちらとなっておりますね。真備のひなめぐりと書いているんですけど、こちらはどちらのお宅でしょうか。見えますかね。はい、横溝正史の疎開宅となってますね。目的地に到着しました。これね、3月7日で終わりかなと思ったんですけど、こちら倉敷ひなめぐりなんですけど、開催期間が2月の20日から、3月の7日までということで、この撮影日がラストの日だったんですけど、まあ、こちらね真備の方は、4月の3日まで、やられてるということで、間隔があるので行きやすいかなと思うんですけど、まあその日程がねちょっとやってない日もあるので、その辺ちょっと注意していただきたいなと思います。4月の3日までやってるんですよね。ただこの休館日があるんで、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。今日はあの横溝正史の疎開先でね、あのひなめぐりがあるということで、まあこれ戦時中ですよね。じゃあちょっと早速に行ってみようかなと思います。あ、上がってもいいんですか。はい、どうぞ上がってください。あ、はい、ね、いいですね。いやまたね始まりますね。というわけでね、こちら真備のひな人形なんですけどね、ちょっと見えますかね。まあ、この西日本豪雨でなかなかね去年とかもできなかったですけど、じゃ去年もちょっと自粛した中でひっそりとやれとったんですね。でもよ4月までなんですね。あ、なるほど、全部こっちに集結してるっていう。父親が真備町に近い熊本村柳川、母親が桐生出身で、先生が、
父親の脅威を一度も見た。竹の中に義理の姉のあるのがすごい綺麗ですね。素晴らしいです。いろいろ回ってきたんですけどね。はい。ね、竹なんか ありますかぐや姫みたいな。ね、なんかこの竹の感じで。ああ、そうなんですか。素晴らしいです。なんかこんな感じで真ん中に遺品があると。ちょっと反射でね見えないですけど。はい、というわけでこういう形でマビは展示されておりました。まあ、こちらなんですけども、このマビがこのタケノコが収穫できることで有名ということなんですよね。竹の町復興への願いを込めてというキャッチフレーズの中、こういう形でね、竹を使ってのこのひな祭り、いやーいいですね。このおひな様と竹のコンビネーションね、えもうかぐや姫ですね。はい、というわけでね、この横溝正史の疎開先、まあ若い人はなかなかね行くきっかけがないですよね。まあでもこういう形でねきっかけ作ってくれたら、まあ、行きやすいですよね。ぜひ行ってみてください。まあ、これ昔のね、まあ、この廃線ってことですよね。おひなさんはね気になるんですけど、こういう廃線とかね気になりますね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、じゃあ写真撮りましょうかね。はい、でちょっと甘酒をいただこうかなっていう。暑いですから気をつけてください。いいえ、まさかもらえると思う。いやいや、もうささやかなおひな様のごちそうです。これいいですね。あ、水土日がこう開けるだけですからね。その時に、うん、っていうことですね。大抵まあ200人前後ぐらい来られるんですか、今までは、ね、これからどうひな巡りいうキャストになっておりますから、ね、ですよね、倉敷の、うん、倉敷のね、はい、でもうこの7日で終わりになりますから、それがなくなったらお越しになられる方が少なくなるかもしれませんけど、ね、あ、それでも出すお接待しようよいうことになります。ああ、なるほどね、いいですね、はい、ありがとうございます。いただきます、はい、これはまたよろしいな、自撮りをするの。あ、そうですね、ちょっと旅をしてまして。そうですか。あの歩くの好きなんで、今災害の時もいろいろとボランティアさせてもらって。 ありがとうございました、助かりましたね、はい、まあここも去年2回ほどお邪魔させてもらって。そうですか、このタイミングで、はい、来ました。よろしくださいました、はい。いや、美味しいですね。これなんか生姜みたいな入ってるんですか。生姜入れてるんですね。なんかちょっと変わった感じで、みんなまあ生姜入れた方が美味しい言われるから、うん、いやいや、好きな人も嫌いな人もみんな入れて、はいはいはい、ここまで水が来ました。ここまで水が来ましたってことは、この、ね、下結構ありますね。だいぶあります。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。